おはようございます。今私はですね、おなじみの羽田空港第1・第2ターミナルの京急の駅の前にいます。本日もですね、 ANA のダイヤモンドショーをやっていきたいと思います。おっと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 でですね、今ね早いんです。今日は朝の今5時58分ということで、本日はね7時のフライトで札幌 CDS ですね行きます。恥ずかしながらですね、私ね札幌って行ったことないんですよね。ということで今回ね初ということでかなり楽しみにしております。このね羽田札幌路線は端数を稼ぐためにね入れたんですけども、まあ結局ね組み直しておりますんで、まあ、必要ないっちゃ必要なかったんですけど、払い戻しができなくて、で払い戻すとですね、今回スカイコインで取ってますんで、スカイコイン失効するって言われてしまって、まあしょうがないなっていうことで飛ぼうっていうことになりました。ということで、羽田からね札幌まで、行くんですけれども、プレーンポイントはね765だったかな。ちょっと詳しくはねこれに出しておきますけども、それがね、まあ、今2倍キャンペーンね延長されましたので、1400-1500 ぐらいか、まあ、獲得できるということで行きたいと思います。いやまだね朝の6時ということで、まあ電車降りた時はねちょっと人いましたけども、まあ今ねガラガラですよね。まあこんなガラガラの羽田空港もね朝っぽくていいですね。ということで今ね、1階かな、1階に着きましたんで出発ロビーに行きたいと思います。いいですね、この羽田空港のこのエスカレーターを登るたんびにですねワクワクしますよね。多分私だけじゃないはずですいや今日はねあいにくのねすごい天気良くないんですよね、はい、めっちゃ雨強かったです。家のそばもで傘持ってきてもうね飛行機に乗る時に限ってねこの傘ね、結構邪魔になりますよね。ですんで今回もね預けちゃおうかなと思います。で札幌行ってね今回ねプレーンポイント端数を稼ぐためだけにねこの路線入れてますんで、もともとユナイテッド航空の、マイレージプラスでですね帰る路線ね入れてたんですけども、まあそれもですね1回キャンセルして、トラベルクレジットにしてね前回の宮崎だったかなの帰りかなんかに利用してますんで、でですねそうなんですよ、ユナイテッド航空のねマイレージプラスがねなんか調子悪くて発見できないんですよね。クリックできないんですよ。パソコンでやっても携帯でやってもできなくて、もうね時間がそれで1時間ぐらいね格闘してもういいってなって ANA 前でね帰りの便取りました。ということで、ANA スイーツチェックインね着きましたんで、チェックインしていきたいと思います。それではね無事チェックインすることができました。今回7時発千歳、搭乗ゲート63番 ANA51便ですね。搭乗締め切りが6時50分早いですね。座席は15系グループ4番の搭乗となります。それでは、ANA ラウンジ到着しました。今ね6時20分ぐらいなんで、15分ぐらいですかね、ゆっくりしたいと思います。いただきます。今スイートラウンジの中にいます。いやめちゃくちゃ走ってますね。では搭乗時間になりましたので行きたいと思います。ラウンジの目の前が搭乗ゲートでいいですね。はい、搭乗ゲート着きました。本日はこちらです。札幌7時発 NH51便ですね。まだ搭乗は始まっておりません。ご覧で待ちたいと思います。いや今さっき全然人いなかったんですけどね、今もう搭乗する方でかなり人がいますね。ちょっと雨が降ってるんでねうまく映ってるかわかんないですけども、乗り機体あちらですね、ちょっと見づらいですけどね、奥にもそしてこっちにもありますね。ということで搭乗までねちょっとこの辺で待ちたいと思います。かなりね搭乗率高そうですね。まあ、こればっかりは乗ってみないと分かんないですけど、今のところはお隣さんブロックいただいてますんでどうなるでしょうか。ではここらにねちょっと待ちたいと思います。今グループ2番がね搭乗開始しましたね。私はねグループ4ということでもうちょっとですかね、まあでもね
さっき事前解散始まってもうすぐねグループ2番まで来たんで、もうすぐじゃないでしょうか。 ANA はどうなんですかね。優先登場復活するんですかね。今のところもうこの世の中になってずっとやっておりませんけども、 JAL の方はあれなんですかね。あと ANA でもスターフライヤーとか優先登場やってますもんね。まあ、ANA だけやってない、他はやってない。お、グループ3まで来ましたね。あ、お待ちください。まあね、これ搭乗締め切りがね6時50分なんで、まあもう呼ばれると思いますんで、搭乗の準備していきたいと思います。まあ、搭乗の準備って言ってもねカメラしまうぐらいなんですけど、まあとりあえずやっておきましょう。では行きます。来ました。それでは搭乗していきたいと思います。お待たせいたしました。それでは搭乗していきたいと思います。それではね、登場することができました。今回はボーイング787ですね。で、今回ですね、モニターがついてるんですね。スピードがついてて、足のね、スペーがあるの。USB があるのかな？あります。USB マスクになりますね。それはね、約1時間半ぐらいのフライトですね。楽しみにしたいと思います。でですね、今回は、翼の模様ということで、ちょっとね、翼の上じゃないところはね、取れなかったんですよね。すごいですね。よく安静に近いですね。びっくりしましたね。皆様、客室乗務員は安全業務を行います。ここで言いますが、お手伝いが必要な方は、後ほどお知らせください。キャビアテンダント、スタンバイアドア。業務連絡です。キャビアテンダント、ステップダイバー。皆様、おはようございます。スターライアンスメンバー、ANA 札幌千歳行き51便をご利用いただき、ありがとうございます。機長は中川。チーフパーサーは稲垣でございます。ご用がありましたら、遠慮なく客室乗務員にお知らせください。皆様に安心してお過ごしいただくために、お客様ご自身のマスクの着用、手洗いや咳エチケットなど、感染予防対策へのご協力をお願いいたします。また、長時間マスクを外しての飲食、多量の飲酒、お連れ様との大きな声での会話などもお控えいただきますようご協力ください。ただいまから非常用設備をご案内いたします。皆様ご覧ください。酸素マスクが降りてきた際はご自身のマスクなどを外し、酸素マスクを直接つけてください。
在のところ皆様の新千歳空港到着予定は定刻の午前8時30分予定しております。空港周辺天候は晴れ、気温は18度と報じられております。機内サービスが始まる前に寝てしまいました。それではもう少しでも札幌に到着となります。新千歳空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は9番ゲートに到着する予定です。乗り継ぎのお客様は次の便の搭乗口を改めてロビーでお確かめになり、出発の案内があるまでお待ちください。ご質問がありましたら事情係員にお尋ねください。スムーズな搭乗案内と確実な手荷物収納のため、この次のご利用の際にもできる限り手荷物はお預けいただきますようご協力をお願いいたします。皆様が飛行機をお降りになる順番についてご案内いたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まずはじめにプレミアムクラスのお客様、次に12番から19番までにお座りのお客様、次に20番から25番までにお座りのお客様、それはね、無事札幌にね到着しました。初めてのね札幌、ちょっとね数時間しかいないんですけど楽しみたいと思います。どうぞ最前方の出口をお進みください。ここどうぞ。シルエースのチケットみたいな、それはね、札幌に着きました。今ね、傘をね預けましたね。傘をね待っているところでございます。ということで今回ですね、 ANA のダイヤモンド使用、今回で何回目かな、4回目ですかね、今回は羽田から札幌ですね、スーパーバリュー28で、ANA スカイコインで取りました。15,000円ぐらいだったと思うんですけども、まあここはね、まあ、おまけ路線で取って結局振り返して、ね、必要なんだか必要じゃないんだかよくわかんない路線になってしまいましたけども、今回ねダイヤモンド仕様ということで、567プレーンポイントだな、それが倍ということで稼ぎに来ました。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。ちょっとね、札幌で数時間楽しんでから、帰りたいと思います。それではですね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。